用意するものは水、お水に沈めたい人形たちに、あのトイレの匂い消しの玉、そしてピン、たったこれだけで。あ、でもね、ライトもあった方がいいかな。ライト、あのそんなに高くないからライトも買ってきて準備をする。そしてほとんど入れてきます。この辺まで来たらニモを最初に入れてありましょうか。ニモね、ニモ綺麗になるんだよ、瓶の中で。ニモ超可愛いで、台座の位置もちょっと変えて、まあこの状態でちょっと水を入れてみて、うん、見てみようか。じゃあ水いきます。ウォーターイン、さっ、おお、どんどん消えていく、どんどん消えていく、ニモが沈んでいく。おお、幻想的ですな。ブルーボール増やしたから綺麗だな。やっぱりブルーいいね。ブルーボールとグリーンボールのね、おお、幻想的レベルが増したね。でドリーがこっちにいて、台座があって、うん、あ、でもいいな、ドリードリーでけえ。ニモがね、行こうとしてる先と反対に、ドリーはね、自分勝手に行っちゃうと、こっち行くわ私みたいなそういう状況をね、想像して、ニモはこっちだよって言ってるのに、ドリーは勝手にね、根持って蓋を閉めて、おお、ドリードリードリーがこっちを見ている。さ、なんか怖くねドリーちょっと怖いな。でも綺麗だよね。さ、で、あの台座もね、一応入れたんだよね。本当は入れるつもりなかったんだけど、台座も一応入れまして、こうニモとドリーの幻想的なね、置物の出来上がりと。めっちゃいいじゃんこれ、海の中って感じ、超綺麗。じゃあ最後はニモバイバイである。すげえ可愛いな。でライトを買って、下からライトアップするとね、めちゃめちゃ綺麗だから、これもぜひみんなにやってほしいな。ライトアップすげえ綺麗やっぱ綺麗だわ。ライトアップすると青がいいな。あ、でもグリーンもいいね。で、赤と海底火山爆発、青からのグリーン、赤と気持ち、おー、いいわ。やっぱこれライトいるかもライトがあればより幻想的になるから、うん、みんなもぜひゲットしてライトアップしてみてほしいな。いや、本当にカメラで見るか、肉眼、自分の目で見た方がすごい綺麗だと思うから、ぜひぜひ見てほしい、この感動。あー、にも可愛い、にも本気可愛いよね。これハンクもゲットしたら、ハンクも入れるわ。